はい、9時38分スタートです。はい、登山口来ました。お、いいね。はい、根見草丈50分です。はい、亀井の高麗岩来ました。これです。亀の高麗岩、高麗岩かな、よくわからんな。こうでも、はい、休憩所来ました。他人様落としたゴミがある。あ、本当だ、ここに偽善者がいますけど。本当だ、うん、まさか拾うの。あ、素晴らしい。え、すげえ。断られればすげえ拷問じゃない。あと30分です。子供で一番、ね、動画見てくれるの知ってる。どこガエル、うん、だいぶ下の方行っちゃった。マジやばいな。はい、はい、また休憩ポイントに来ました。この温度計が全然違うところを差し寄るんだけど、30度ある。まだこれあと20分。気温は本当にやっとる。それ、おお、26度。うん、割とただ湿気は結構ある感じだけど、26度です。すげえ根っこ。この根っこをちょっと取るんだけど、写真で撮っても伝わらない。わあ、日が差して綺麗。すげえ、あ、これ綺麗だ。いいねえ。こういうパターンは本当楽だわ。そうですね、うん、むしろ棚木山の方がきつい。棚木山だったらトレーニング。お母さん、おお、すごい開けとる。これがすごい。お、結構開けてるな。向こうが綺麗なのかな。おお、すごい。景色はこっちのがすごい。お、ちょちょ。今見えるわ、今日。おー、すげー綺麗じゃん。こりゃすげー。おー、すげー。今日はこいつですよ。焼きそばパン的なやつを焼きます。意外に難しいんだよね。ちょっと焼きすぎましたね。数字は上がらないですね。
泣きそう。はい、無事下山しました。お疲れ。はい、お疲れさん。最後に、はい、やるかすときは行ってくださいね。はい、到着。はい、1時31分、無事下山しました。はい、あ、でも眺望が良かったですね。はい、富士山とか見えるらしいですね。見えたんですか。今日はダメだった、条件が整ってなかったらしいけど。はい、なんか調子よければ見えるらしい。あ、そうなんですか。ちょっと何ゴミを映すの。あ、そうですか。なに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 な